皆さんこんにちは、吉田達也です。今日メガネです。はい本日のアレンジはこちらです。はい、三つ編みの中に三つ編みを入れてますので、こちらはちょっと説明させていただきたいと思います。で、上も、三つ編みしてねじれ、ロープ編みでやってますので、簡単にできるんじゃないかなと思います。では早速アレンジしていきたいと思います。はい、ではアレンジしていきたいと思います。で、まずトップを、まあ、くるりんぱでも全然大丈夫なんですけど、一応ちょっと三つ編みにしたいと思います。三つ編みにしたら、ちょっと毛先を結んじゃいます。はい、こんな感じです。で、次にサイドをロープ編みにして、ゴムの上に来るように留めていただくか、まあ、そのまま普通に留めていただくか、どちらでも全然大丈夫です。まあ、今回は一応ゴムの上で留めておきます。はい、で隠れましたね。で、反対側も。まあ、同じように止めちゃいます。はい、で、こんな感じです。まあ、ハーフアップですね。で、またここで三つ編みをしていくんですけど、こちら側だけ先に三つ編みにしちゃいます。で、三つ編みにしたら、この三つ編みはちょっと、しっかりと強めに結んで、三つ編みにしていただくといいと思います。一応ゴムで留めておきます。で、これは一応仮留めです。後で外すんで。はい、ではこの下の毛を3つに分けて三つ編みしていきます。まあ、今回ダウンスタイルですので、ちょっと下に向かって、やっていただくといいんじゃないかなと思います。はい、こうすると三つ編みの中に小さい三つ編みが入ってきますので、ちょっとね、可愛らしくなるんじゃないかなと思います。はい、で、先ほどやった三つ編みの部分のゴムを外して、まあ、毛先このぐらいですかね、残してゴムをつけます。で、三つ編みのところはほぐさずに、他のところをちょっとほぐしていただくとメリハリがすごいつくようになるので、やってみてください。まあ、こんな感じですね。はい、で、ロープ編みのところもちょっとほぐしていただくとふわっとしやすくなるので、ふわっとしていただければ可愛くなるなと思います。でね、トップも、このような感じで完成です。で、ここの、ゴムの部分隠したい場合は、この毛先をゴムに
ぐるぐるっと巻きつけていただいて、まあ、ゴムの中に毛先を入れてやるやり方ももちろんあるんですけど、まあピンの方が確実かなと思います。あと取るときに痛くないですしね。はい、で完成です。こんな感じで三つ編みの中に三つ編みが入ってます。はい、まあもうちょっと髪の長さが、あるとちょっとラプンツェルっぽくなりますので、ぜひね一度チャレンジしてみてください。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。